では、段取り前にご紹介させていただきます、はい、小倉正史役、鈴木秀人さんです。お願いします。続きまして、星野修作役、佐賀隆さんです。お願いします。で橋本弥生役、飛鳥さんです。お願いします。そして高村博士役。僕ですか。我らの上野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます。よーい、えい。まあ時期にわかるよ。全員その場を置くな。検察だ。検察。小倉正史役、鈴木秀人さん、オーラプラります。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、星野修作役、佐賀隆さん、オーラプラります。ありがとうございました。どうですか。まあ僕は結構刑事とか検察の役っていうのは多々多かったんですけど、まあ今回この短いシーンの中でこんだけ汗かく検察っていうのはちょっと初めてかなっていうのがありました。僕も固い役、検察、弁護士、行政書士、会計士、全部やってるんですけど、どっちかって言ったら冷たい感じの検察を目指しました。なんかあまりこうバタバタすると、それこそ踏み込んでった検察とちょっと色分けができないかなと思って、本当に一般とする検察を今回は意識しました。それが出てるといいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今度はこれさっきのリハと違って、楽器を動かずにカイトが楽器を見てカイトから近づいてくる、はい、でそれを感じたカイトがカイトさんすいませんってセリフを始める。いきますよ。はい、今のカットをもちまして、橋本役、飛鳥さん、オールアップになります。ありがとうございます。はい、続きまして重田勝役、久住誠二さんもオールアップになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。どうでしたか。どうでした。そうですね、まあ最初の出てくるその役の雰囲気と後半でだいぶ変わる役なので、前半はホームレスの格好をした公安のデカという形で出てきて、まあ後半で本当の正体を明かすというか、そういう出方をしているので、特に前半の方をですね楽しんでいただければいいかなと。そうですね、私初めて警察役だったんですよ。そうなんですよ。初刑ですか。そう、初刑です。初刑覚えるのが大変でした。そんなに難しいセリフないんですけど。はい、で今回久住さんと2回目の共演ということで、はい、個人的にはすごい楽しみでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、もう夜も更けてるから。もう朝になっちゃいますね。もう朝だね。大変。そう。そんなことで、ではでは。バイバイ。バイバイ。探偵です。探偵の宮城だよ。大和さんの探偵があるの。しかもお前のばっかりじゃないですか。宮城な。待って待って。よーしー。すいません。ご依頼ですか。ある人を探してほしくてここに来ました。わかりました。この名探偵宮城大馬にお任せください。山匠と言って僕の兄です。すいません、企業写真セミナーを受けてよろしくね。でお金を貸したんです。300万。ずいぶん長く貸しましたね。この人見たことある。お願いしたいことがあるんだけどさ。
これ珍しくまともな依頼を受けましたね。今もういない。こんにちはです。こんにちは。こんにちは。エボリューションをさせるためにダイマさん。うわ、びっくりした。全然本当にそういうやましい気持ちとかないから全然本当に、うん、全然平気全然平気。今すぐこの件から手を引け。ふとしたビジネスてかやばいっすよ、あの組織。ふざけんな。お願いします。何を知ってんだよ。ダイマ知ってない時ってあるじゃないですか。どこにいますよ。お前らが悪いことしても全部知ってんだよ。私たちだって詳しいんです。うわっ、うわっ、来た。今それはあいつに何ができる。みーちゃんを探してみせます。言っただろ。